こんにちは、シエルです。私の家にもようやくあれが届きました。こちらのマスクです。差出人はマスクと物資対策班ということです。しっかり2つ入っています。裏はね、こんな感じで皆様へという文章が書いてあります。現下の情勢を踏まえ、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が出されました。感染が拡大する可能性があることから、皆様には不要不急の外出を避けるようお願いします。人と人との接触を7割から8割削減することで、感染者の増加のピークアウトをさせ、減少に転じさせることができます。どうしても外出する必要がある場合には、すでに自分は感染者かもしれないという意識を持っていただき、症状がない人でもマスクを着用するとともに、主に3つの密、密閉、密集、密接を避ける行動の徹底をお願いします。この度、感染拡大を図るため、1住所あたり2枚の布マスクを配布いたします。十分な量でないことは承知しておりますが、使い捨てではなく洗剤を使って洗うことで何度も再利用可能ですのでご活用ください。ということです。ちょっと開けてみます。こんな感じで1つずつがそれぞれの袋にこう密閉されて配布されています。ちょっと事件。ちょっとこれ今もね、ビニールに入ってる状態なんだけど、マスクが汚れています。この辺わかるかな？ちょっと出してみよっか。なんか汚れてるマスクあるとは聞いたけど、本当に汚れてるわ。なんか茶色くなってんだよね。この部分が茶色くなってます。こっち側に縫い目があって、こっちが口につく場所だとしたら、ここが汚れてるんだよね。私のも汚れてるの着ちゃった。悲しいことに私のお家にはちょっと汚れちゃってるマスクが届いてしまいました。まあ、これだから洗えば取れんのかな？あんまりさ、ベタベタ触るのもあれだったから、袋のままさ、使う時まで取っとこうと思ったんだけど、ちょっと汚れが気になっちゃったので開けちゃいました。袋に入ってる状態から汚れが見えるってちょっとやばくない？茶色く黄ばんでるんだよね。中に何か入ってんのか。ちょっと見えにくいと思うんだけど、ちょうどこのね、布の部分が汚れてるわ。マスクの中こんな感じで何層にもなってる。ちょうど多分口に当たるとこが汚れちゃったという残念な結果でございます。大きさはこんな感じ。で、紐がゆるゆるです。ちょっとショックだわ。こちらが私の家に届いたマスクです。まず最初から洗って使わなくてはいけませんね。もう一個の方はなんかね、布が粗っぽくなってる。引っかかれた感じの跡がすごいついてる。わかるかな？布がこう引っかかれちゃってる感じ。マスクに汚れがあったりとか、あとゴミが入ってたりとかっていう噂は聞いてたけど、本当なんだってちょっとびっくりでした。やっぱこの汚れがすごい気になる。ちょっと動画ではね、伝わりにくかったかもしれないんですけど。まあそんな感じのマスクでした。あと、届いたものが今日もう一つあって、それがこちら。母からの支援物資ということで、実家から届きました。パカ。はい。かわいいプーさん入ってる。これは、手紙だ。泣いちゃう系かな。シエル様へって書いてある。今回手作りマスク作ってみました。生地が可愛すぎるので夜寝るときにもしも使えたら使ってみてください。ゴムは調整してねということで。母が手作りマスクを作ってくれたみたいです。柄がペコちゃんで、ある意味口元につけるからいい感じ。芯が入ってる。裏の布地も可愛い。あとは、なんちゃら柄。ということで、母の手作りマスク。こうか。こうですかね。はい。ということで、母の手作りペコマスク。あ、サイズぴったりかな？キュッとフィットしてて。すごい。いいね。さすがお母さん、私の顔のサイズはよくわかっておる。母上ありがとう。はい。こちら、一家族一点でという、貴重なガーゼだ。マスクのこの間にね、こう入れるとこがあるから、多分これ、ガーゼ挟んで使ってねってことなのかと思います。母の手作りマスク。ありがとう。私いつも寝るときにマスクをね、つけて寝てたんだけど、最近マスク不足だったからね、ちょっとマスクの節約と思ってね、使うのやめてたんだよね。すごい助かります。あと普通の使い捨てマスクも入れてくれてる。安心の国米製のやつ。7枚入りのマスク。あとはおやつ。ね。子供か。私おやつ大好き人間だからさ。私ね、実家にいるときね、グミを研究してたときがあって、そう。だから多分すごい私グミが好きだと思ってるね。はい。なのでグミが2つ。愛してやまないチョコレート。あと、干し梅。母が干し梅を送ってくれたんだけど、私この理由がすごいわかる。これは小学生の頃かな。私あのね、沖縄の酸っぱいマンっていう干し梅にハマってたことがあって、毎年誕生日ケーキで祝ってくれてるんだけど、その時に私ね、誕生日ケーキいらないから、そのお金で
酸っぱいマンの大きい袋を買ってほしいって言ったんだよね。梅干しをね、誕生日に買ってもらったことだったの。これぐらい大きい袋で3,000〜4,000円ぐらいするやつだったんだよね。そう、それをねケーキの代わりに買ってもらったのが小学5、6年生の頃だと思うんだけど、それを多分覚えてて、私が多分梅干しが大好きだと思ってるのかな。だから多分この梅干しチョイスなんだと思います。こちらは母なりの私が好きだろうなって思うお菓子4選だと思います。グミもチョコも梅干しも大好き。というわけでこちらが母からの支援物資でした。もうアラサーなんだけどさ、こうやって気を使ってくれて嬉しいね。私幼稚園生ぐらいの頃の思い出が、母がね手作りのドレスをねいろいろ作ってくれてた記憶があるんだよね。なんかすごいブリンブリンのねプリンセスみたいなねドレスだった記憶がある。あと私服も結構母の手作りで、柄がめっちゃ派手みたいな、大阪のおばちゃんが着てそうなヒョウ柄のパーカーみたいなの着た記憶がある。そんな小さい頃のお洋服ぶりの手作りのものかなと思います。今日からペコちゃんをつけたいと思います。はい、というわけで今日はお家に届いたものを紹介しました。マスク2枚の方はねちょっと汚れているというね、ちょっと衝撃的なものが届いてしまったわけなんですけれどもね、引き続きね体調には気をつけたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。